次のコメントです。バッドコミュニケーションイコール巻き餌説ですよね。こんな説あるんだ。これね、結果だけを見てるからそう思うんで、そんな巻き餌とかさ、なんかそんな余裕ないよ。売れてる前は。本当にもう必死だよ。後の人がね、こういうふうなことは言えるけどね。だそれはこれで売れ始めたから、巻き餌っていう言い方になるわけで、本当にだから、ビーズが売るきっかけになったバッドコミュニケーションの話っていうあの回。あの動画のまんまです。だから、巻き餌なんてね、そんな余裕があるような精神状態ではなかったです。はい。ありがとうございます。次のコメントです。コンサートツアーについて質問ですと、バックバンドのメンバーが急病なのになると代打のメンバーがいるのでしょうか？僕が知ってる限りではいません。だから、どうするんでしょうね、なんかね。まあ、今だとね、コロナがあるからね、コロナ陽性になるとね、もう出れないからね、それなりにちゃんと段取りはしてると思うんですけども、当時はだからもう、死んでも来いみたいな感じ。なんか、とりあえず絶対行きますね。何があっても絶対行きます。はい。もう足折れても行きます。はい。高熱でやってることなんていくらでもあるんでね、本当にもう、ですね。だから代打のメンバーはいません。まあ本当にだからもう交通事故で渋滞になって、なんかもう絶対に来れないみたいなことになると、なんか過去のサポートメンバーに、ね、電話したりとか、まあそういうのあると思うんですけども、まあでも当日とかだとね無理だろうしね。まあそうすると中止になるんじゃないかな、もしかしたら。とりあえず代打のメンバーはいなかったです。はい。だから大変でした。はい、ありがとうございます。この話がですね、面白いなと思ったらですね、チャンネル登録をしていただけるとですね、チャンネル登録がですね、1000人超えると、なんかいろいろといいことが起こるので、なんか、ぜひぜひお願いしたいと思います。よろしく。